自分もまだ見てないからね。これ裏側がこんな感じになってます。これアルミです。まあ、引っ掛けるところとかもいっぱいあるので壁に自由にかけられます。でこれはですね、今回は自分でちょっとインターネットで探して、兵庫県のパイオテックさんという会社にちょっとお願いして作ってもらいまして、でこの写真はこの前、先月かハワイ島に行った時にモロカイ島で撮った天の川の写真なんですけど、ちょっとこの前撮った中ではこれが一番お気に入りだったので、ちょっとこのスタジオのどっかに飾ろうかなと思って一枚でっかいのをオーダーしました。でね、前もこういう風に、これはキャンバスプリントなんですけど、こうやって文字を自分で考えて入れようかなとも思ったんですけど、あとこっちか、こっちとかも、でも今回はちょっとシンプルに何もなしで印刷してみました。でね、これ実はパノラマ3枚の写真を合成したパノラマ合成の写真なんですけど、実はねちょっとよく見るとわかるんですけどね、ここら辺とか、まあここら辺とかちょっとね合成失敗してますけど、まあ自分用なんでよしとします。これもね自分で撮った写真なんですけど、本当はねこのキッチンの横のこの壁がかなり上まであるので、もうここね全部イルカの写真で埋めたいなと思ってるんですけど、こういうので、けどね、まあイルカの写真は結構撮るのが難しいので、まだ全然数ないですけど、お壁に飾ったらこんな感じです。このイルカのやつとかはね、前に違うところで印刷を頼んだんですけど、やっぱりねこれ結構値段が安くて、でもやっぱり値段が安い分ね、こうよく見ると分かるんですけど、結構クオリティが低くてですね、でこの端っこの部分とかね、これ最初から剥がれてたり、ちょっとね見えづらいですけど、この端っこの部分がね結構浮いてたり、あと印刷がね綺麗じゃなかったりしてるので、なのでね、結構印刷を出すところによって結構クオリティ差があるので、自分で調べてみて印刷したい人はねやってみてください。で個人的にはこのパイオテックさんのところクオリティがすごい高くて良かったので、もう一回ね次やるときはお願いしようかなと思ってます。でもね逆にクオリティがすごい高くて、なんかね自分が撮ってる写真となんかクオリティが釣り合ってないなとも思いますよね。特にこれなんかパノラマ失敗してるんで、よく見るところねグニャグニャしてたりするんで、まあ昇進します。もっといい写真を撮れるように頑張ります。ということで、では。